除染はどんな形でされました除か？染ってね、農協あたりが声をかけてくれて、この梨の幹を見ると分かるけど、皮を削ったり、あと先端までこう高圧の除染機で水で洗ったり、ただ正直言えば皮を削ってもそういう葉面散布をしてもどれだけ除染効果あるかって俺ら分からねえ。分からないというか、すべてみんな初めてでしょ。初めての中でみんなでやろうよ、これいいかもしんないよっていうのをやるしかない。でそれが風評被害みたいなやつをこういくらかでも減らすね、手助けになればってんでみんな頑張ったんだと思うけどね。でこれやったからじゃあ本当に下がったんですかっつって、科学的なところはちょっとわからない。ただ現実的には去年の果物から比べるとかなり今年のセシウムの検査なんかではもう低くなってますよね。それぞれの品種ごとにみんな自分の検査して、で OK であれば出荷してもいいよという、そういう形取ってるから、ある意味でね、福島県の農産物っていうのは一番安全かもしれないね、今の段階ではね。ただ福島って言われればね、あら怖いんじゃないみたいな話はあるかもしれないけど、東京の方の情報なんか見てると、もう福島なんて終わったんだみたいなのもたまーに感じる時あるんじゃないですか。そうじゃないよと。このためにもやっぱ常にこう最新の情報、ダメなとこはダメ、発信するのもやっぱ福島県の我々の役目だと思ってるしね。福島県のここに住んでながら原発が第一原発第二原発あってあんなにいっぱいあるって俺ら知らなかった。勉強不足って言えばそれまでなんだけど、そういう形で進められてきてね。でたった一発のドカーンでこれだけの話になっちゃう、やっぱ怖いですし、そんなの絶対いらないと思うね。住んでらんねやがなんだもんね。だから電気が必要だっていうのは分かんないことはないけど、人の命の方がもっともっと大切だってはみんな改めて思ったと思うね。まあやっぱ前を見てやる気ないと。